はい、で今回もう一台ですね、魅力的なドイツ車のご紹介ということで、以前モーターマンオンラインチャンネルの中でも、紹介しました GT3 なんですけれども、こちらの GT3 は、少し特別な、フルオプション満載な、GT3 になりますので、まあ、その魅力についてのご紹介をいたします。で相場的には、総合的にはだいたい価格的には680万700万ぐらいのオプションが入っている、車になっているということになります。はい、でまずはですねこちらの方ですね、LED のヘッドライトですね、 PTLS 付きのヘッドライトがまずついているということですね。でもう一つはこちらの方、同色の、ウォッシャーですね、これもオプションになっているということですね。であとはこちらの方でリフティングが、ついているということですね。ここもオプションになっています。でこのキャララホワイトっていう色自体も、オプション設定のものになっているということですね。あと目が引くのはですね、こちらの方ですね。PCCB のカーボンセラミックブレーキですね。まあ、こちらの方もオプション。これで168万円のオプション品になっているということですね。あとこちらの方のミラーですね。ここのところがですね、黒になっているんですけれども、ここもですね、オプション設定になっているということですね。あとオーナーさんのですね、好みの問題があって、この下のところですね、このサイドステップのところがですね、ここのところがカラー出し上げではなくて、こちらは、未塗装の状態と、下もそうですね、こちらも未塗装の状態になっているということですね。まあ、そうすることによって車の、ね、スマートさを、まあ、見せるということで、ここのところに関しては未塗装の状態になっているといったことになってますね。はい、それからですね、この車はインテリアが非常にこだわっているものになってまして、私も初めてですね、見させていただいたんですけれども、まずですね、こちらの方のドアのパネルですね。で、ここが本側になっているということですね。で、ここもですね、革になってて、アルカンタラ。ここはですね、樹脂になっている車が多いんですけれども、ここもオプションになっているんですが、この車にはそれがついている。樹脂じゃなくて、革張りになっていると。ここも革張りですね。で、この下もですね、樹脂丸出しになっているんですけども、革張りになった仕様のものになっています。それからもう一つが、こちらの方ですね、ここのところですね。ここが本側になっている車っていうのがなかなかないと思うんですけれども、ここもですね、オプション設定で本側にされています。それから、インストルメンタルパネルも本側ですね。で、ここのところもね、樹脂丸出しの車が多いんですけれども、本側になっているということですね。それからこちらの方もそうですね。こちらのセンタートンネルのところ、ここのところもですね、革張りになっていると。ここもね、樹脂だったりしますけれども、この車に関しては革張りになっている。で、こちらはポルシェのエンボス加工がされているということですね。それからもう一つはホワイトメーター。ホワイトメーターの5連メーターになっているということですね。こちら、スピードメーター、タコメーターの右側に関しては液晶ですけれども、5連はすべてホワイトメーター。それからクロノグラフのメーターも、こちらの方もホワイトになっているということですね。はい。それからこちらの方のキーに関して、これもオプションになってますね。で、それからこのガーニッシュ、自発光のカーボンのパネル、GT3 のガーニッシュ、これなんかもオプションと。で、こちらの方ですね、ピラーのところなんですけども、ここもアルカンタラ仕上げでオプションになっているということですね。で、このカーボンシート自体も、こちらの方も、フルバケットに関しては、これもオプション品ということですね。で、ちょっとまた前後するんですけども、このマットもね、非常に珍しくて、ここの枠のところですね、ここのところが、ホワイトステッチの、本革仕上げになっているという、一番高い上等なマットかなと思います。通常ですとね、ポルシェってこう赤だったり白だったり、の文字で書いてるマットが多かったりするんですけれども、まあこれはね、もうそのまま革のものになっているということ。それからクラブスポーツパッケージですので、ロールバーが付いていると、まあ、言ったですね、非常に至り尽くせりのですね、一台というふうになっているというのが、まあ、この車の特徴になっています。あとそうだ、最後にもう一つですね、こちらの方のバイザーですね、こちらの方もアルカンタラの、仕上げになっているものと、まあ、通常ですとね、アルカンタラではないものですね、になっているということですね。はい、ということでちょっとね、雨が降ってきてしまったので、またね、次回動画撮れたら、お伝えしていきたいと思います。じゃあお願いします。
ガラス、スモークガラスもオプションになっていると。